はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレムイフトーマ王国編15章やっていきたいと思います。このマイキャッスルのですね、ちょっと温泉確か鍛えた気がするんで、久々に温泉に入りましょう。この前はちょっと寂しい思いをしましたからね。だからさ、ここでこうくるんって回れないのかね。くるんって誰かいるかな。うへへへ、お、いたいた。これ誰だ。後ろモズメちゃんっぽいな。手前の人は夕霧か、おぼろか。ミカミックス様、さすが。何これ、ゆぞみの衣装もこだわってますね。別にこだわってない、単なる水着だろ簡単に言うと。なんだか癒されますねお風呂上がりにいい匂いの着物を着るとより幸せになりますよね。いいなぁ、お近づきになりたい。めっちゃ気持ちいいわ。ここは地上の天国やね。切り替えって、おお、これがおぼろか。なるほどなるほど。もう少しちょっとな、可愛らしい。あ、そっか、でも温泉だからな、水着とはちょっと違うんだろうな。ズーム、あ、今のがマックスズーム。これがおぼろじゃなくてモズメ。衣装はみんな一緒だな、そうなると。で、あ、自分も一応見れる。あ、自分のはちょっと違う。なるほど。はい、そろそろ上がりましょうか。ではたっぷり堪能したところで、また物語の方進んでいきましょう。てか温泉って入ると何にもないのかな。パラメーターが上がる。パラメーターが変化するのは食堂ですからね。15章、虹の賢者。一行は虹の賢者に教えを請うためノートルディア山にそびえる七重の塔を登る。その頂にたどり着くにはいくつもの試練を越えなければならなかった。確かに七重の塔のイベントはあるのはいいけど、誰が控えてるんだ。ここでジジイに会うかババアに会うか、さあどちら。あれ、なんかすげえみすぼらしい。普通のおじいさんだし。このノートルディアまでよく来なすったの、違法の旅人殿。してわしに何用じゃ。王国内ではあなたが最も虹の賢者について詳しいと聞きました。そうなんだお願いです、賢者様の居場所を教えてください。お前さんが持っている武器は雇の神じゃな。はい、そうです、よくご存知で。なぜ賢者に会いたい。お前さんも力を求めるのか。私は欲しいのは力ではありません。賢者様に教えてほしいことがあるんです。知識を求めるか、なるほどの。ノートルディア山の頂に七重の塔が立っておる。賢者はその塔の最上階にいるらしい。もっともノートルディア山は後方じゃ、ほとんどの者は塔にすらたどり着けんがな。わしが知るのはこれぐらいじゃ。ありがとうございます。結構ね、みんな余裕でたどり着いてんだよね、疲れたとか言いながらも。賢者様に会うことができたら必ずまたご挨拶に来ます。くれぐれもしないようにな。みんな歩きでテクテク来ますからね。さっきのおじいさんの言う通りだな、こんなきつい山初めてだよ。大丈夫ですか。皆さん疲れた方がいたら言ってくださいね、そういうミカミックスにも疲れの色が出てきているわ。そうだ、私が手を引いてあげましょうか。おんぶでも構わないけれど。それは遠慮しておきます。おんぶして山登るってとんでもねえな。キャー、大丈夫ですか、エリゼさん。ありがとう。ナイスキャッチだよ。危なくふもとまで転がり落ちるとこだった。こっからふもとまで転がり落ちたら確実に普通に突っ込んでるし、いくらなんでもそこまで転がらないと思います。見て、塔が見えるよ。塔には見えないよ。 あれが七重の塔ですか。ということは頂上は近いようですね。この塔の中に虹の賢者がいるのか。はい、ですが本番はこれからです。賢者様には圧倒的な教師でなければ会えません。楽に会えるとは思わない方がいいでしょう。そうだね、気をつけていこう。お、突如として戦闘になったな。
マップ配置を見よう。宝箱がなあったりするんだよね、やっぱり。左右に宝箱あるね。あと鍵持ちがいるかどうか。鍵持ちがいればもうその場で鍵開けるけど、あ、いる。左はこいつか。あ、大丈夫だな。鍵持ちでもうそのまま。ユニット的には少し少なめだな。サイズをこの際いらないな。カミラにするか、カミラ入れるか、ベルカか、ひなたかおぼろ、ちょっとどっちか外して夕霧を入れたい気もするけどな。どうしよう。ひなた外して夕霧にしよう。よし、1,2,3,4,5,6,7,8,9 人か。結構少ないな。じゃあこれでドーピングっすね。はい、カメラの分がちょっと足んなかったな。ドーピング、ヒットポイントと守備が足りなかった。幻影兵、よく来たな、違法の者たちよ。虹の賢者に会いたくば、7つの試練を突破し、最上階にある扉を行くがよい。なるほど、これ部屋1つが試練なんですね。1,2,3,4,5,6,7。そういうことか。この最初の部屋には誰も敵がいないけど、これも1つの試練として受け取っていいのかな。弓持ちのやつがここにいるから、この範囲に入るのは確実に危険だからな。どうしようかな。左主人公てか匠、なんでこんなわけわかんないところにいるんだお前は。そうか、防塵もな、組ませたい気もするけど、どうしよう。まあ一人でとりあえず行くか。階段大丈夫かな。ここでここ、違う弓兵に入るから、ここで、さくらを右に派遣するか。じゃあここ上級職をねちょっと置いたかないと多分きついんだよな。ここで、ドラゴンナイト、ここ防塵を組むか。どうしようか。力さん、守備さん、いいね。匠右に派遣するだろう。やばいな、飛んでるやつらが多いな。こいつを右に派遣しよう。この弓兵が、うわ来る、弓兵を置くと危険だ。ってことはおぼろちゃんで防塵を組もう。力が上がるのか。これもう一回来たらダメじゃん。こいつらだってあれだよ、魔法使いだよ。魔法使いってことはちょっと逃げよう。何してんだ俺は。さくらを置いとかないと危険だ。これでいいかな。ちょっと一旦終了しよう。耐えろ。よし大丈夫、全然耐えられるなこれ。さすがだ、成敗だ。右はもうさくらに任せよう。5と9、やはり普通の攻撃は結構食らうな。いてててて、よし、安らかに。こいつは強え、強キャラに育ったな。うわー危ない危ない危ない、回避率も高いな。てか危なかったな。攻撃を回避できなかったら多分死んでたぞこれ。出て出て来るか。魔法は結構食らわない、やっぱり倒した。よし、なんだ、もうそろそろ最上階か。アシュラじゃないか。力を得るためにここまでさせるなんて、虹の賢者様はガードが固いことだな。けど諦めるわけにはいかない。俺は力を手にして故郷を再建させるんだ。そのためなら何だってしてみせる。殺しも盗みも略奪も。
そう、国が滅びたあの日から俺はそうやって生きてきたんだ。あれ、あいつがいるってことは主人公で話しかければ多分仲間になったな。とりあえず弓兵をぶっ倒しとこう。これいや、トノカミでいいよね。お手並み拝見。クライナほーらー、105。これでいいんです。で、モズメで、こいつはヤリマンだから1残るんかい。弓やな、もう少し強化したい気もするけど。こいつを派遣して、うわーすっげー食らうな。やっぱりなんでこう食らうんだ湯切りは。椿も連れていくか。でこれで一応まあ倒せる。手やりじゃなくてこっちでいいや。しっかりなさいませ。ほら、どうかしら。うん、いいね、完璧だったよ。そろそろこいつ上級職に上がれるな。次だな。ここの戦闘でぜひともレベルアップしてほしいものだ。匠を持ってくか。ここに、よし、すげえ、ヒットポイントだけ43。ほら、よし、僕だって強いんだ。おお、レベルアップした。技が半端ねえな。これはあれだな、ちょっと回復しとこう。自分じゃ回復できないから超護薬を1個使うか。で、カミラと、この4人か。おお、来たね。14。お相手いたします。かわせ、ひどい、かわせなーい。あれ、なんか来た。どうして兵がこんなにいるのよ。戦闘を避けようと思ってこの地まで来たのに。これでは意味がないじゃない。仕方ない、様子を見てここから逃げ出しましょう。この姿は誰にも見せるべきではない。私はずっと一人で生きていくのよ。てかニュックスのデジがよくわかんねえんだけど一体何なんだ。倒せないか。ニュックスほっといていいかな、とりあえずは。あれ、手やりで攻撃してくんのか。どうしよう、主人公で一旦減らしておくか。サンダーソードだとだいぶ減らせられんな。消せない。まあ魔法剣だからな。いってててて、てよし。で、こいつ倒そう。あれ、倒せない、やばい、しくじった。ダメージを食らって終わったんだけど何なんだこいつの硬さは。モズメならさすがに大丈夫だろう。モズメでも8か。くらえうまいこと言ったみたいや。おお、経験値くれるな。なんてことだ。こいつ何キャラなんだ。え、普通に敵キャラ。主人公右に持ってった方が良くなかったか、これ。そうすると、アシュラとかは仲間にしてえな。ニュックスはな、こいつ多分下級職でしょ、ダークマジだから。今から主人公を右に持っていくのはめんどくさいな。どう来るかだなどうも来ないな。持ってくか。そうするとで、椿はここでずっと回復を待とう。そうすると左にはやっぱり魔導兵がいないから、右に魔導兵がいそうだな。いるな。こいつやっぱりさくらで任せないといけないから、匠を左に派遣するか。そうすると交代だな。ほい。トーク。レッツトーキング。
なんですか子供、ここにいたら危険ですよ。私たちが保護しますから、こちらに。いらないわ。保護なんて、私は子供ではないもの。え、ここら辺もお嬢ちゃん、セリフは一緒だな。面倒事がごめんだわ。あ、結局何なんだかよくわからないニュックス。そうですか。はあ、はい、そうですね。でもニュックスダークマージレベル9って死にそうだな。もう、これさくらと組ませるか。待、こいつは待機だな。ちょっとさくらのとこ行くか。よいしょ。で、匠をちょっと左に派遣するから、これで一旦 OK。 ちょっと時間が取られてあれだけど、今行くぜ。あー、こいつ防刃を組んだままだったな。まあいいや。魔力3の魔法防御3、よし、これでいこう。椿がちょっと回復するまで待たないとな。徐々に徐々に回復。よし、匠も向こうに着いた瞬間攻撃したいから、もう一旦少しでも、あ、しまった、階段の上に置いとくのがベストだったけど、しょうがない。行くぜ、次に。そこに行ってまずはトークをする。ヘイ、アシュラ。あなたはこの塔の兵ではありませんよね。なんだよお前は。俺は見ての通り歴史とした人間だ。この塔の化け物どもと一緒にしないでくれ。そうですね。お見受けしたところあなたは盗賊のようですが、塔の宝でも狙いに来たのですか。俺が欲しいのはそんなもんじゃない。虹の賢者の力だ。俺には力が必要なんだ。憎き風魔公国を倒し、俺の故郷を再建するための。風魔公、それは確かこの前の。なんだ。お前、やつを知っているのか。はい。彼は私たちが倒しました。だから今はもういません。なんだと。そうか。では、俺たち甲賀の民の仇はあんたたちが撃ってくれたってことだな。俺はアシュラ。風魔公国に滅ぼされた国の忍びだったものだ。あんた、名前は。え、ま、私はミカミックスです。んミカミックス、もしかして、白夜王国から連れ去られたっていう王女か。私のことを知っているのですか。俺の情報網をなめるなよ。あんたの噂はいろんなところから聞いてるぜ。何でも伝説の刀を持ち逃げした上に、アンヤも白夜も敵に回して戦っているそうじゃないか。持ち逃げとは。でもまあ大体合ってるでしょうか。私はどちらの国の味方もしません。この世界の真の敵を倒すために、だからここまで来たんです。賢者様に会ってこの世界を救う方法を教えてもらうために。へー、なるほどね。事情は大体わかった。じゃあ俺も力を貸してやるよ。あ、本当ですか。うん。あんたは風魔皇王のぶっ潰してくれたみたいだし、ついていけば俺の野望も果たせるかもしれない。あんたも戦力は多い方がいいだろう。はい。とても心強いです。ありがとうございます、アシュラさん。俺に任せろ。これからはあんたが俺の主だ。よろしく頼むぜ、ミカミックス様。アシュラは上級職なんで、あれ、攻撃ができる。やった。攻撃しとこう、ついでに。アシュラ仲間にしたついでに、君には死んでもらおう。よし。アシュラはね、上級職っすね。やっぱりアドベンチャーラーのレベル10って。強えな。この弓兵倒せるか？倒せるな。君には死んでもらおう。さすがだ。こいつは即戦力としていきなり期待できるな。宝の鍵をゲット。さくらは、じゃあちょっと左のやつらでも。前だけを見て。こいつは回復役か。夏祭り装備してるな。反撃ができないとは。恐るに足らん。で、カミラで、ここまでいける？ああ、倒せんな。ここはもう制圧できる。何もできずに死んでいくがよい。右の舞台だいぶ強えな。左が心配だな、そうすると。まず、
匠でこいつを攻撃して倒すだろう。上のやつとかどこまで来るんだろうな。おりゃー、恨まないでよ。弓兵はいないから、ああここにいればとりあえず安心なんだな。モズメをここにつけて、こいつをどうしようかな。防刃かけようかな。やっぱりいっか、ここに置いて、でちょっと一旦しのぐか。5-2、落ち着いてね。反撃ができないか。椿がだいぶ回復したな。こいつで宝の開けて冷凍、まあまあかな。で右の舞台で真ん中を制圧するか。それが一番安心だな。その間にちょっと左をなんとか片付けよう。手槍でとりあえず殺せるから29、ギリギリだな。強いんだね。あー、あんまり経験値が入らない。でこいつもこれで倒せる。完璧に勝つよ。よし、オーケーオーケーここにいたら夕霧来れねえじゃねえか、よく考えたら。どうしようかな。こいつがとどこまで来れるか。大丈夫だな。一体ずつ始末していこう。これだって階段いけないよね。いけない。ここ弓舞台すげえな。手裏剣なんぞ来たん。椿で。おお、1残る。1残るねー。モズメで倒しとくか。大丈夫だ。最強の弓舞台だなこいつら。だいたい援護攻撃で16入るって強すぎだろ。ここまで行ってギリギリのところまで行って攻撃をなるべく食らわない方向でと。よし、右舞台ちょっと攻めるか。まずなんかこいつ危険マークが出てるからヤトロン神で倒すか。情けはかけない。ほら、勝負ありました。でこつら、うわすげえギリギリのとこまで来るんだな。さくらをここに置いてここから攻撃をして倒す。ほら、あとは主人公に壁役として頑張ってもらえばとりあえずは乗り切れるな。おぼろもレベル上げたかったけどちょっと何もできなかったな。狙ってくるのか手やり。おお、ナイス。椿いつの間にか完全回復したな。でこっから、いやー食らうなー、食らうけど倒せるか。ほい、先手必勝。で鍵、あれ鍵誰、あ持ってるのかもすでにじゃあ次鍵開けるか。これ左危険すぎだろ。出た瞬間弓で狙い撃ちにされるぞ、うちの天空の舞台は。サンダーソード3残んのか。こいつどこまで来る。結構来るな。これヤトノカミで獲物が来た。ステイバイ。うまくいきました。でやっぱりな、手やりだからさくら結構食らうんだな。どうしようかな。こいつを持ってくか。いけねえし、そっか、さくらが邪魔なんだ。え、こいつが？こいつがここまで来んのか。
いやーどうしようかな。そうすると一旦さくらここに排除して、こいつで全然ダメじゃん。まずいなこれ。次左のやつをなだれ込ませるか。まあ、こいつは主人公で排除して、さらにゲージも溜まったから OK。 すみません、ごめんなさいね。アドベンチャラに来るか。使わせる、使わせなかったか。匠トレス開けとかないとな。ガチャーンと、おスレンドスピア、これ射程2のスピアっすね。そうか、相手が鋼の槍になってるから。なぜか2回目でクリティカル。まあ攻撃を食らうわけじゃないんで、自分じゃ回復できないんだよね。あ、そうか、こいつ宝の鍵なしで宝開けられるんだった。こいつ動かしとこう、なるべく端の方に。ここでどう？おぼろも少し経験値が欲しい。来たな、5か、楽勝だな。いてててて、倒せない、全然倒せない。こっからは全然ダメだな。結局さ、結局倒せないんだよ。超強い。30×2 って。で回復しとこう。夏祭り。じゃあ左の舞台もなだれ込むか。ここだと攻撃ができない。モズメを、モズメをここに置いて倒せるな。行きまーすって感じだったな今。おりゃーこいつの攻撃の仕方何なんだ。椿レベル19、あと1上げたいけど上げられっかな。最悪死ぬ恐れがあるからな。ソシアルナイトか。この2人が経験値高いな多分。主人公をやっぱり置いてここに。壁役として、うわみんな来た、マジでみんな来た。どう仕掛ける、いて、油断しない、終わりくらえ。ソシアルナイトごときがこの俺に攻撃を仕掛けてくるなど、完全なフォーメーション取ってんな。無駄、お馬さんがかわいそうだな。お馬さんが、いややっぱり主人公前線に出すのが一番強えわ。ジェネラル頑張って戻ってんな。このジェネラルをな、椿で倒したい気がするけど、倒せる？そうだ、超勝てんだこいつ。とりあえず主人公で攻撃しとこう。何？めっちゃ食らう。遠くから攻撃しよう。サンダーソード。どう仕掛ける、あ、そうか、あれが溜まってんな。ここで椿1しか足らないけど、主人公の攻撃でなんとか撃退。ジェネラルだったら結構くれんでしょう。どうダメだ、右のジェネラルも倒さないと。
あ、しまった。モズメ、モズメ、階段で待機させちゃったよ。来たー。いいねー、13。やめてください。おお。攻撃するだけでかなり経験値が入るな。これ倒しちゃうよね、やっぱり普通に。ヤトの神は倒しちゃうね。でもこいつはね、倒せないんだよ、どう考えても。ってことはモズメをやっぱり連れてきて一回弓で減らそう。ちょっとしか減らねえな。2かよ、すげえ硬いな、ジェネラルって。ガードされるとね、経験値入んないんですよね、悲しいことに。多分ね、魔法には弱いからね、魔法で攻撃しようとするとそうだよね倒せるよね普通に。だからこいつはここで夏祭りで回復をさせておいて、夕霧とかどうかな。いい感じで減らせられるな。頑張ってね、俺もいるよ。9だったらさっき10与えたから。え、なんでだ、主人公だ、主人公0の12。もう何の役にも立ってないな、人たち。これでレベル20になったでしょう。よしよしよし、こいつも上級職だ。いよいよ。でこいつは動かないから、魔法キャラか、さくらを向かわせようかな。そうすると、あ、でもこいつ、ヤトの神で倒せんな。ガードポイントも発生してるし、このままぶっ倒すか。よくぞ最上階までたどり着いた、勇敢な者たちよ。試練の終わりは近い。この私、塔の番人を倒せば、賢者への道が開かれるであろう。塔の番人って。聞かんな。見事だ。そなたらこそ5番目の勇者にふさわしい。おお、結構経験してくれる。こうやって見ると自分マジ強えな。なんかしかも手に入れたし。あれ、制圧しないといけないんだっけ。めんどくせえな。では制圧しますか。 OK、 イエーイ。とうとう最上階だね。この扉の向こうに虹の賢者様がいるのかな。いや、まだ油断は禁物だよ。扉の向こうから妙な気配を感じる。妙な気ですか。わかりました、慎重に行きましょう。そうね、まだ仕掛けがあるかもしれないもの、気をつけて。ミカミックス、行きまーす。え、ここはよく帰ってきたの、お前さんたち。あなたはさっきのおじいさん。どうしてここに。だってここは塔の、この場所は塔の最上階とつながっておったのじゃよ。試練を乗り越えよくたどり着いた。お前さんたちこそ5番目の勇者じゃ。まさか。じゃあ、あなたが虹の賢者様だったのですか。びっくりって。白夜の時にもいたし。いかにも。虹の賢者とはわしのことじゃ。聞きたいことがあるんじゃろ。さあ何でも言うてみ。金持ちになるにはどうすればいいですか。あなたに聞きたいのは竜の居場所です。私はどうしても竜に会いたいんです。私は竜に会ってこの戦争を終わらせる方法を聞きたい。白夜と暗夜の無益な戦争を終わらせるためなら何でもします。戦争を終わらせるか。なるほど、では竜の居場所を教えてやろう。その前にその宿の神をわしに貸してごらん。はい、どうぞ。我は神道を鍛えし者、金器を浮かせし者、五色を紡ぎし者、我が名に答えよ、炎の紋章よ。これは誰とのあれだよ、匠か。これでお前さんの刀は力を得たはずじゃ。ありがとうございます。あれ、宝石はまだ埋まらないのか。もしかしてこれが風雅様の言っていた炎の紋章ですか。いや違う。炎の紋章を完成させるには5つの神器が揃わねばならん。
その時にこそ炎の紋章は伝説のファイアーエンブレムとなる。初めて出てきたな、ファイアーエンブレム。それを得なければお前さんたちは強大な敵には勝てんだろう。だが案ずるな、自分の信じる道をまっすぐ進めば神器は揃うはず。う賢者様、ヤトノオカミ原野を手に入れた。あれ、進化したか。宝石がはまってなくても。さくらさん、櫛はありますか。 お団子ならあります。エリーザさん、杖で回復お願いします。頑張るね。やめておけ、わしはもう寿命じゃよ。え、それに人の魔法はわしには効かん。人の魔法、 あなたはもしかして。ああ、このわしがお前さんの探していた竜じゃ。はるか昔、十二の竜は皆野心にあふれ、世界の覇権をめぐって争った。わしは八戸の神や神器を作り、竜の戦いに人間たちも巻き込んでしまった。その罪滅ぼしができるまでは死にきれんかったのじゃ。そんな。償う時が来たようだな。お前さんの八戸の神には、わしの最後の力を込めておいた。ミカミックスよ、その八戸の神で自分の道を切り開くのじゃ。バタ。賢者様、そうか、賢者は竜だったのか。トーマ王国編でだいぶ謎が解けてくるな。ありがとうございます、賢者様。いえ、古の時代から生きた偉大なる竜よ。あなたの思いは、あなたの力は決して無駄にはしません。さあ皆さん、無限渓谷へ戻りましょう。白夜と暗夜の空が入れ替わる日はもうすぐです。間に合うのか。このまま行って。はい、というところで、虹の賢者様は竜だった。そしてファイアーエンブレムという単語も出てきましたね。まあやっぱりトーマ王国編ではかなり全ての謎が解けそうな気がするんで、第15章これで終了したいと思います。